さんじゃなくて、ジンジャーエール、ジンとジンジャーエール。ちょっとうるさいんですけど、はいはい、やるというので、はい、これぐらいの歌です。あのすぐ終わりますから。いやいや、めちゃめちゃいい。すみません、誰も見てませんけど配信してます。
もう簡単なので、ほぼほぼ中国
っといいし、もう観光客なんで、でもその、なんかチェーン店じゃないか、もうメインのところはね、例えばロイヤルホストとか、ロイヤルホストとか、全部ありますよね、例えばサイゼリアも決めたし、ね、サイゼリアも決めた。あれですね、あの九州、あれですよね、あ少ないですね。デニーズじゃなくて、何でしたっけ、あのデニーズないです、ほぼ。そうですよね、デニーズがなくて、代わりにあの、デニーズじゃない、ジョイフル。あ、ジョイフルは、だってあれ、大分が本社だからですね。あ、そうなんですね。そう、宮崎行った時も、ジョイフルめっちゃ多いです。デニーズだけど、ジョイフルがすごい。ジョイフル、そうですね。一応行けば、ジョイフルが大体あって。あ、ありますね。その辺ぐらいまで進出してるんですよ。で、大分で、もともと上野井ホテルっていうホテル経営者が、多すぎるからファミレスを始めて、めっちゃ広がってる。そっちは、なんかデニーズでいて、ジョイフルがパラパラで。すごい。え、すごい。そういうやつなんですか。爽やかすごい。すごい。すごい。え、でもこっちのチェーンのラーメン屋さんに昨日、ご飯が出てもらって、美味しかったです。ウナチはもういやいや、めっちゃ多いみたいです、静岡で。静岡のソウルフードですね。へぇー。浜松餃子でもしね。ああ、餃子ありましたね。で、意外とチャーハンが有名なんですよ。へぇー、そうなんですよ。有名なの教えといてくださいよ。チャーハンがめっちゃうまい。めちゃうまい。へぇー。で、なんか、餃子ラーメン食べて、終わりましたよ。終わったよ。